はい、どうも、佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。ですね、この間ね、僕がうちの院のね、広告チラシをですね、配ってたんですね。はい。そしたら、その途中でですね、あるおじいさんを見かけまして、ものすごいね、腰が曲がってるんですね。もうね、ほんまにもうね、直角に近かったと思う。はい。そんなおじいちゃんがですね、こう一生懸命歩いてるんですね。うちのその院のね、周りってね、こうアップダウン激しい場所とかもあったりするわけですよ。ちょうどそんなところで、ちょっとね、おじいさんにとってはね、ちょっと厳しいんちゃう、そこ歩くのっていうようなところではあったんですけれども、ものすごい息切れとかしてるしね、しんどそうにね、こう歩いてはるんですよ。で、手にはですね、スーパーかな、なんか買い物した、ものが、結構ね、がっつり入ったね、袋とか持ってて、大変やなというふうに思ってね、見てたんですね。見てたというか、歩いてる方向がこう一緒やったんで、はい。僕がね、こう後ろからね、追いかけるような形でね、しんどそうやな、大変そうやなっていうふうに思って見てたわけなんですけれども、そのね、スーパーの袋の中身ね、ちらっと見てしまったんですね。別にその悪気があったとかね、あれではないんですけれども、見たんですね。したら、何入ってたっけ？カップ麺。はい。カップ麺とね、パンとね、お酒。はい。あと、お菓子。お菓子ね、何やったかな？ちょっとスナック菓子とかそういうやつやったと思うんですけれどもね。そんなんが入っておりましたわ。結構かさばるね。でも、別に重さはそんななさそうでしたけど、結構ガサガサ言うてかさばるようなね、そんな袋でね、入ってました。で、それを持ってね、多分お家に帰る途中やったんでしょう。それで歩いてたんですけど、わかりませんよ。普段からね、そういったおじいちゃんね、いつもそういう食生活をしてるんかといったら違うと思うけど、いや、なかなかその組み合わせはやばいなっていうふうに僕はね、つい思ってしまったわけなんですね。こういった、仕事柄というか、こういうお話させてもらってる身なんで、なんかそういうふうなことを考えてしまったわけなんですね。なんでしょうね。やっぱりそういったね、インスタントもんとかですね、パンとかもそうですし、そのあたりはですね、やっぱり内臓に対してのね、負担がでっかいのでね、よくね、腸にね、影響を与えてね、パンとか小麦は腸に穴が開いてしまうみたいな話をね、僕何度かさせてもらったんですけれども、やっぱりそういったのもあるし、なんでしょうね、単純にね、こう、肝臓とかね、そういったね、ところにもね、やっぱり負担がいくわけなんですね、肝臓、腎臓とかね。やっぱりそれするだけでもやっぱり疲れやすくなりますしね。おじいさんね、腰が曲がってるっていうのも手伝ってですね、今余計そら疲れやすいよな、なんていうふうに思ったわけなんです。はい。食生活ね、気をつけた方がいいっていうのはね、別に僕が言わんでも、イメージしたら多分ね、わかることだと思うんですけれども、ついついおざなりにね、なってしまうような、そんな部分やと思うんでね。はい。こんな偉そうなこと言ってる僕もですね、聞いたことある方もおられるかもしれませんが、昔はね、ものすごい食生活がね、ぐちゃぐちゃなバカ野郎やったわけですよ。麺類大好きすぎてね、僕の場合はね、はい。そんなお菓子は食べなかったんですけどね、甘いのがね、そのめちゃめちゃ好きとか、そういうのはなかったんですけど、麺類とかね、炭水化物大好きでね、そればっかり食ってたんでね、はい。特にパスタ好きでした。はい。パスタね、山盛り湯がいてですね、適当になんかもう、料理もね、下手くそなんでね、適当になんか具材ばーのっけて食べてみたいな活動をね、ずっと続けてたようなね、バカ野郎なんでね、そんなんしてたらやっぱりしんどくてね、しんどくてねっていうか、今思えばね、当時はね、もうそれが普通だったんで、全然しんどいなんて思ってなかったですけれども、やっぱりね、こう、ちょっとずつあかんなと思って減らしていったりとか、ちょっとずつね、こう、麺離れみたいなことをすればですね、今思えばあの時やばかったなみたいなふうに思うわけですよ。はい。慢性化するんでね、やっぱりそういったのってね。なのでね、なんでしょうね。やっぱり、食に関してはね、なかなかこうね、それをしたからすぐに効果が出るとか、そういうものではありませんから、ちょっと積み重ねみたいな感じに、ね、なってしまうんで、ついついね、続けにくいですし、やっぱり、こう毎日ね、気をつけなあかんことではあるから、ついついおざなりになる部分かもしれませんけれども、やっぱりね、ここを気をつけるとものすごい効果絶大なんで、極力ですね、そういったね、パン、はい、
インスタント、なんかそういうね、ものっていうのをまあ控えるっていうのはとても大事なことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのおじいさんにも言いたかったですけれどもね、いきなりね、横歩いてってですね、おじいちゃんそれ食べん方がええでとかっていうのもね、なんかちょっとあれかなと思ったんで、はい、話さずに行ってしまったんですけれども、はい、やっぱりですね、そういうふうにね、この動画見てくれてる方は、まあなんかこうやってね、大事なことなんやなっていうふうに意識してもらえたらすごくいいかなというふうに、はい、思います。なんか最後、なんかすぼんでしまいましたけれども、はい、ぜひですね、考え、足らなかったなというふうに思われたら、はい、もしね、そういう方がおられたらですね、今一度ですね、考え直してもらえたらなというふうに思います。はい、今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。では、さよなら。